内に結構圧がある今日この中はグワグワ寂しいな11問12問は普通にクイズします。はいはい、普通のクイズが一番怖い。みんなそう、運よく生きてこれたら普通のクイズが一番嬉しい今のところ。ではいきます。はい、問題。当時のモンゴル帝国及びその属国である高麗によって文永の駅と弘安の駅の2度にわたって行われた日本侵攻のことを何という。それはありがとう。漢字でお願いします。いやー、近い。漢字でやめてくれや。漢字で、待って、それはタッチ悪い。無理や無理。だって現行の工程だってここにしか使わん。現行ってなんすか。お前言っちゃった本当にやるやん。やったやん。間違えたのかい。間違えたやろ。お前らやばい。いや、俺もわかんないけど。お、カナオこれ取り出したらもう本当にこれ取り出したらやばいな。マジで優勝。感じ強すぎる。今日の俺は合ってる気がする。今日の俺が答えの気がする。やばい、このものになってきたら多分カナオさんも打ち始める。はい、皆さんオープン。ドン。ね、うん、お、俺、うわ、俺はキムと一緒よ。キムと同じだ。キムと一緒よ。同じだ。あるじゃん、あるじゃん。あるよ、あるよ。ということで三人よ、同じの。今日の俺来てる。ということで、正解は千です。マジ、あれ見た瞬間にあれだってなった。わー、スーセ書いてるんだ、ここに。こうなんだ。これは僕は世界史好きなんでよかった。いや、すごい。タクシーが純粋に間違えて、俺全然できない。俺が正解した。すげえ、クイズ王を超えた。すげえ、やばいやばい。これ20年になるでしょ。はい、ということでいきます。はい、ノーベル賞の部門にないものはどれ。ドンドン。耐えた。はい、皆さん正解です。そしたらですね、ここから早押し問題。うわ、これもしかしたら高専が書いたタクシーですか。まあ、早押しは早押しは一般的なクイズのルールだ。だって、ね、はい、じゃあ目つぶしのレイ。高学歴 YouTuber9 人を一列に並べるとき、その並べ方は何通りある。ガチか。ガチや。はいはい、32万8800。正解。まあ、はい、ルンド36万2880。ルンド正解。うっしゃ、ズリー早い。いや、そうよね。これは早押しである意味があったな。伊沢さんの有利に全く関係ない。俺だってこうやってもう手挙げる準備してんだけど。おいそう、そう、みんなそう、こう逆に動いてこういうことするのね。分かった、俺も分かったよ。やるやん、やるやん。はい、では次いきます。問題。次の定積分を解きなさい。え、うわ、インテグラル2からマイナス1カッコ x の3乗プラス1カッコ閉じ dx。 はい、たくみさんマイナス4分の27。正解。わー、できてるよ。俺たちの君はなんで引かせよ。ほぼできてんだよ、こっちは。早いよ。うわー、早いよ。これ光見えねえな。これは光見えない。はいって言ってから5秒で計算するからさ。それは大事、それは大事。だって可能性ある。全然可能性あるから。有限次元で多分次元が一致したら電車ならば単車とかいないですかね。ありそうだな。単車ってバイトのことですか。あれさっきから発明がイブランチックです。先生、ガッチャー。早いよ、早いよ。これでいいです、これで。はい、ということで15問終わりました。トップ10点、カナオとルンド。おお、まだ生きてた。9点、スンとタクミさん。ああ、積分だから。うわ、積分で盛り上げる。そして8点、伊沢君。やばいよ、やばいよ、次がやばい。おお。6点、キム、最後。ということで、2人は退場です。さようなら。面白くて楽しかったです。真面目な、真面目なやつです。ありがとう。問題は悪くなかったです。最後まで。すごい真摯で、真摯で。最後まで生きてるな。
問題が悪いですね。最低最低最低。ということで、続きまして16問目から20問目は音楽的クイズです。おー、最初からそうじゃない。いや、少し難易度上げておきます。あー、そういうことだ。だるい、だるいですね。はい、今回はでは、今問題10のマイナス18乗の SI 接頭語は何？ん？10のマイナス18乗。これは攻撃だ。これは攻撃だ。早すぎる。え？なんで絶妙なそこ行くかね。まあ、だから出したんです。作業者うまいな。くすっ、浜さんの表情が先と打って変わって非常に不安そう。ダメな商品になります。いや、そんなことある。イントロじゃねえ。大詐欺じゃん、しかも。それでは、回答オープン。テムとピクとゼクト、あと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 か、わかんない。正解はあとです。じゃあ確かに聞いたことある。聞いたことある。そうそうそう、一夜とかよく言ってるわ。すごい変わってくるけど、いやでもあと秒ぐらいのオーダーの可能性ある。あと秒10のマイナス18乗秒で、ね、前から余計なにここまで外す、外した。あとは、あとは使ったことないです。やばいやばいやばい。え、なさっきも俺もヨクトの前の前だった。なんでそこを抑えてるの。すごいね、あとを使うんですね。使いますね。原子核の大きさ10の前の15より下のスケールです。なるほどね。サブアトム、せっかく理系に寄せてくれてるから。あと4問で2点取らん、2点差つけなきゃ。あとやばい。あとあとね、気づいてるわけじゃない。あとジョーク。はい、じゃあ問題。まずいぞ。大化の改新以前の豪族の私有地は田所。では私有民は何という。もう何何何何何それ。やばい、これ花尾がいる想定じゃなかったから、頭がめちゃくちゃ無理。何それ、何って言ったの。私有地が田所。田所、私有地が、これは知らんな。しかも頑張りましょう。クイズ王が知らんって山田ね、山田くんね、これ懐かしすぎるこれは。はい、そしたら、はい、どうオープン。ドン。他民、もんどころ、辞任、下人、証拠みたいな。証拠、証拠、みんな勘で書いたでしょ。みんな勘で書いた。ここまでもうばらけるレベルになっちゃったよね。全員不正解。やばー、マジ。答え何すか。カキベとなって。うわー、懐かしい。知ったけど知らず。カキベね、懐かしい。懐かしい。でもなんか100回書いても出ると思うね。ということで問題、逆に耐えたと言っていい。数学において組み合わせの C はコンビネーションですが、順列の P は何レベル。そうね、そう来るよね。これはまた未来があるよな。ちょっとやめてやめてやめて、そこでやめて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 、その筆置くスピードが尋常じゃない。あれです、あつです。ちょっと俺ここ受験したら間違いみたいな。俺記念受験しに来たら受験生みたいなやってるね。お前、それでは、回答オープン。どうぞ。パーミテーション、フェノメノン。パーミテーション、パーミテーション、パーミテーション。4人正解。いや、これもこれ熱いな。ちょっと待って、お前普通か戻してくれ。普通か戻してくれ。戻すシーンなんやけど、なんか怖い怖い怖い。しかも俺を囲むな、お前ら。ここで圧をかけるな、俺に。1点差、1点差。ということで、次問題。おい、はい、ギリシャ文字のこの3つの文字、それぞれ何と読む。もうサービス問題です。おぉ。こういうガンダムにこういう頭文字結構つきがちっていうのあるんですよ。はい、どうも。どう、いやー、お願いします。やめてください。おみさん、プサイ、グザイ、トウ、プサイ、グザイ、イプシロンって書いちゃった。
タウプサイクザイ。やばい。タウプサイクシー。俺クセイガンダムって知ってるもんだって。クセイガンダムは先行のハサミ。なしの問題、なしじゃん、なしじゃん。クイズノック下克上フィーバーあるかこれ。ただこれ字が綺麗じゃねえの。はい、ということで伊沢くん以外。いやよかった、ガンダム先行発射見てて、ガンダム好きに分かった、本当にガンダム好きに分かった。最後反応正解だったら3点でしょ。マジでちょっとずるい。ただずるいから。実装ルールやめろ。まだ点ラストだよね。はい、では25問目、問題。パラマイル604年に発布され、三里の含むなどの訓戒を示し、国家理念と人間の在り方を説いた17条憲法、その第1条は何？第1条。うわー、ここまで粘りなかったな。こういうやなクイズが。あれ誰人少ないでよ。わかんないよ、これ。おい、よし。はい、頼む。それでは、解答オープン。おい、ドン。すぐか。輪を持って尊しとなす。輪を持って尊しとなす。輪を持って尊しとなし、争うことなきを生む。出たマウント取ってきた。僕も一緒です。全然違う、本命ね、次第の。あんた SB クラスいた。普通のクラスがいましたよ。数学のクラスだけ上のクラスに来てもらってた。これでもさ、1個ぐらい正解あるの。これはもう寝かけしていこうか。だって文献があったから。そう、だって法律のね、条文だから。そう、なんならひらがなと漢字すらもうなんか旧字体じゃないと許せない。そんな、そんな厳しい。それはでもね、ひらがなで OK。 この時ひらがななかったですからね。え、もう大丈夫。じゃあ、ずれます。でも、あれ熱く散歩を言わないから、次。確かに、そうそう。え、次はね。そう、そうなんですよ、散歩。え、すごっ。竹下以外、正解。はい、よかった。はい、忍び。ということよ、20問終わりまして、もう2人なんだよね。ノリやばい。2人なんだよね、これね。2人ですね。結構俺はこれはもしや。はい、では現在1位14点、ルントン。おい、ありがとうございます。いやー、これは世代交代だ。続いて13点、スン。おー、開始だ。おい、すげー。お前らがすげえな。安心して引退できるわ。なんでこれは続いて12年、花尾。うわぁ、本人気づいてなかった。後ろこと。マジかよ。どうだよ、持ってなせたら。11点、たくみさん。10点、伊沢くんで。え、花尾、残念。残念でーす。しかも、残ったのってことは、この、雪打ち。雪打ち、雪打ち、コラボなのに。コラボなのに。そんな、絶対、あっちかも。タクシーの帰りの時間を考慮してくれた。うまいこと言ったけど。マジで。タクシーが。いやー、全然。いや、でもね、自分の中でこれは簡単みたいなのが一個使ったから。読み直した方が画角的にはこれは。これはちょっとね、裏の話だったな。で、それでいくと数字を持ってる。うん。するもんね。オープニング一旦取り直すぎちゃん。ルール作戦作るとこだった。あれ言っちゃってるから20秒。確かにね。もしかしてね、うちのこと考えてくれたらな、まあ僕ね。ありがとうね。それやろうぜ。大変調節。シンプル。あのさ、こんな時だと思ったな。すごいよ、すごい。正解してるの。ちょっと前回に1回やもしれない。いや、今日めっちゃすごい。最後1回やってきます。ちょっと1回。あのカメラに向かってやる。欲しい飲み物の位置が高い。最後の最後に一番低クオリティなやつ。低クオリティ。一番低クオリティなやつ。置いたな。気にしてる、気にしてる。あ、はい。なんで、なんでやるの。自販機の売り切れってボタン押したら出てきて、
あったんかーい。あれ面白いね。あれうまくね。大丈夫です。あれやったよ、吉野さん、やろう。はい。電子マネー、すごうかと早加減しか使えない。はい、じゃあ。さあ、というわけで、なんとも気の抜けるいつものなんかね、このメンバーが残ってしまいました。はい、どうもねです。はい、どうもです。どうも、ルートです。ということで、じゃあこれから5問は、1人2点とします。おぉちょっと使ってこれってことは、俺があるってことか。ある、俺あるってことか。あれよ、俺らもあるってことじゃない。ないよないよ、俺らない、ないよ。ここから、ひらめきプラス計算系。では問題。はい、頑張れ。はい、九進数表記での870を十進数表記に変換すると何になる？頑張れ。はい、はい、81。残念。はい、はい、ルート711。正解。すげえ。あ、そっか、ゼロの普通に比べて間違えた。なんで、なんで。870219981って感じで、そうなんです。そうそうそう、こんな感じでかければいい。こうこうかけていくんですよ、こういうルール。すごい。いやー、とっとと海外の大学行ってこい。いらんのよ、この知識。何そうだ、強いな、やっぱり。いや、数学だから、まあ、やっぱ読んだの間違いやったか。え。最後の最後です。やりたくてうずうずしてるでしょ。いやいや、もうなるべく聞かないでしょ。やりたくてすごいうずうずしてる。問題。はい。この食材に3つの炎を捧げ、果物を作ってください。ただし、同じ色の炎はいくつ使っても OK。 マジドキの時にシーンってなる感じね。みんなマジで解いてるから。解説ついてる。はい、あるんだ。緑、黄色、緑で、はい、バナナ。あ、じゃあ、マジだ。ほんまや。ちょっと、まあ、ガチで間違えた。ガチで間違えした。緑、黄色、黄色で、バナナ。緑ですか。あ、黄緑ですね。黄緑ですね。はい。あ、黄緑です。はい。はい。正解。よっしゃ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 。すごいすごいすごい。なんて言ったんだっけ。緑黄色緑。バナナ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 。ボノボみたいな。チンパンジーの。最悪。すごい。すごい。分かんなくなったよ、ゲームは。いや。穴もあるよこれ。あるよ。あるよ。いや、やばいな、これは。炎色反応の色が、リアカー。例えば黄緑だったら、あのバリウム。バリウム、ナトリウム、ナトリウムってやって、バナナとなる。いい問題ですね。あ、そっか、ロウソクで関係する。あ、でも後ろでノリさんが溶きたそうすぎて。そうね。今日ギュッと濁ってる。禁断症状出てるの。なんか、どっかが血流しそうだね。手開くと血が流れる。悪門の霊たちがこれ出てくるぞ。あの、両方すぎて霊出てくる。超霊じゃないの。問題です。はい、動いているエスカレーターを歩いて登ると、上の階まで50段だった。次に全力で逆走して降りてみると125段だった。逆走する速さは歩いて登った速さの5倍だった。このエスカレーターは止まっていたら下の階から上の階まで何段あるのでしょう。これむずい。やばい。やばい。逆走。アイルントー君、待ちます。何で500歩。残念。今エスカレーター逆走したら普通に無謀ですからね。そういうところはちょっとあんまりよくないかなと思うんですけど。すごい時間作ってくれてる。ツッコミでしたね。最近マナブさんは元気なんですか。あ、僕ノリとマナブで分けてるわけじゃないんですよ。あ、え、うん、そうなんだ。そうそうそう、あのはい、65段。残念。ルント答えられます。これはなるべく内容のないトークでみんなの邪魔をしないようにしてるんですけど、まあ今でもエスカレーターもね、解いてるんで、はい、くだらない話しようかなと思ってたんですけど。
いや、うまいように覚えてエスカレーターで下るな。呼び乗りはこういうチャンネルです。え、もうスカレーターですね、これね。集中できてたよ。本当に邪魔になってる。出た、はい、いいじゃん。おい X 100段正解。よっしゃー、イエス。花尾さん来てるよ。これやるよ、マジで。優勝これやるよ。お前やばいやばいやばい、マジですごいわ。うわーうわ、いきなり態度悪い。いきなり態度悪い。これはちょっとやらしてもらいましたわ。すごいな、諦めずに。ねえ、よくぞ、集中力ある。もうほんとここし、もうここしかないんです、僕には。このクイズしかないんです。今ハントルントが16点、すごい。スンが13点、あるぜ。なるほどね、勝ちやる勝ちやる。次は絶対取んなくちゃいけない。頑張れ、うん、しゃ。はい、では問題。はい、下の矢印が示す言葉は何？何頃？行け、花尾。スン、スン頑張れ。もうルントは帰って、はい、頑張れ。おいしょ。イオン。正解。うわあぶねえ、ギリ耐えた。まだリタイムきてない。メイン勝負、これはメイン勝負。水素、イオウ、リンなんですよね。で、イオンって。おお。いや、メイン勝負で、なんか出てないかなと思った。悔しい。優勝だった、あぶねえ。トリヒが優勝された。マジで。次、最終問題。最終問題、最終問題です。うわすごい、マジ。いや、これはあー、ちょ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 この3人、尺持たないと思ったら意外と。ちょっと、A 持たないと思ったら。それでは問題。1枚だけページが破れた本がある。破れていないページのページ番号を合計すると1万5000になる。うわ、これちょっとクソ。破れたページは何ページ目だったでしょう。ふんぐりさん、この本題のポイントはどうなんですか。ある見落としがないかどうか。ああ、見落としが起こり得る問題、ね、起こり得る問題なんですね。なるほど。これは僕のポイントは器物損壊罪か否かというところです。終わった思いやな。はい、全員にチャンスがある、この問題。最終問題としては美しすぎる。いい問題。誰が破れたページを繋ぐのか。あー、このロスは痛い。25ページ、26ページ。ルノ君、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。やりました。すごい。そこまでいけんかった。今173ぐらいまで。あ、ほら、行ってて、そこの全部で173ページなんですよ。俺もそこまで行ってて。そうだよな、惜しい惜しい。悪用になりそうだよ。ついに、すぎる。これが、だから今時計が通常より高いストレスレベルです。というわけで、なんとイダチャンネルは帰ってしまいました。あの、今僕が送りました。今ちょうど念願が無事故郷に帰したということで、はい、はい、というわけで、優勝はルトン君です。ありがとうございます。ありがとうございます。優勝したら何かあるか言えなかった。優勝したら、ねえよ、タイトルに東大王をつけれる。東大王です。あ、そうです、東大王。おめでとう。おめでとう。海外、海外行けろ。東大王誰やろ。まあ、じゃあ来年はセクチャチャンネルでやろう。じゃあこれもこの戦いに来年特番って可能性もある。あ、そうですね、特番。また同じこと言って特番ばっかついてきて。これ優勝したら次回の問題を作れるっていう。そうですね。あと特番の時はマコさんが特番ってことか。いや、どうかしたい。
読みのりが一番好きなタイプの笑い。取られたと思ってる読みのり。必死にカウンター考えてくれ。はい、というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。疲れた。